松田仁。ありがとうございます。はい、もうね、松仁が受かった瞬間に、まあトレーナー陣の方々がバッと映ったんですけど、健三さんが大号泣してました。すごかったです。はい、素晴らしい。はなんか健三先生はすごい最初から仲良くさせてもらってて、はい、ちょっと裏話にはなっちゃうんですけど、最初健三先生が練習中にかぶってたバケハがあるんですけど、すごいそれが欲しくなっちゃって、デビューしたらくださいって言ったら、お、いいよって言われたんで、もうすぐ楽屋行きましょう。あとでも今から楽屋このまま行きましょう。健三先生ありがとうございます。いやー、素晴らしい、いいですね。さあ、生放送終わった後のやつでギャオの放送とかでも多分言ってくれてたんですけど、まあ、ジン君とバケハについて話しましたかっていう状態で、まあ、あの後も、ね、本人たちにも、ね、会える状態とかではなかったんで、他の練習生もそうですけど、まあ、収録終わったらそのまま他の、メンバーさんはこう収録に向かわないといけないので会うことがちょっとできなかったんですけど、まあスタッフさんにジンにバケハ渡してくれっていう風にまあ実はデビューするかしないかっていうのは、まあ、ちょっと分からなかったんですけど、でもデビューした時に必ず渡そうと思ってまあ自分も持ってきてたので、はい、でそしたらね、スタッフさんからね、ジンの方にね、受け取って写真を送ってくれましたね。はい、練習生時代はこうみんな平等にしてるんですけど、やっぱりこう最初の頃にレッスンの一番最初に、じゃあ僕がデビューしたらそのバケハ健三さんくださいっていう風にもうピュアな感じでこう言ってきて、でまあ僕もやっぱこう人間だから、練習生にねこう順位とかは関係ないし、もう自分が夢に対してこうね追いかけるだけだからっていう風なことを常々こう言ってるんですけど、でもやっぱこうトレーナーからね外れて、じゃあこう自分の中でこう素の健三になった時に、やっぱりこう順位だったりっていうのはどこかやっぱコクプの皆さんと同じような感じで気にしてるんですよ。うん、それはトレーナーとしてではなくて、でその時にやっぱジンの順位ってそんなに高いわけではなかったと思うんですよ最初から。でもその中で自分が与えられたポジションでスペシャリストに置かれて、でその中でこう表現をして、それで多くの人に見てもらってっていうことを見た時に、ジンの順位がこう上がっていって、それがまさかデビューになるとは思わなかったんで嬉しかったですよね。そうですね。